こんにちは、かくすけです。マジカルバケーション続きをやっていきます。大丈夫だよな、窓閉まってるよね。大丈夫だな。うん、よし、やっていきましょう。戻ってきましたね。どうや探ししてから行こうかな。うん、おうおう、松ぼっくりが落ちてたっぴー。松ぼっくりか。そんなに嬉しくもなんともないな。カフェオレを連れてきたんだな。壁としてシサミが落ちたのか。かわいそうに。よし、じゃあ行っちゃいましょうかね、続き。シノプレーンのラキュー王でしたね。あと2、3人なはずなんだよ。だからあっという間だと思うんですけども、あ、ちょっとずつ頑張っていきましょう。しまったな、オリーブがいないもんな。まあ、適当でいいでしょう、この子たちは。クルミンコ、ミニューネット、ノバショット行っちゃおうか。はい、ブルーベリーはアクアグラッセ、いやソーダフラッペぐらい行っちゃおう。もうで、コール、あ、コールクロックはしなくてよかったな。もうソーダフラッペで一発でしょ。あ、なんということ。あ、ピスタチオがやられた。早すぎるよ、弱いよ。意外といけなかったな、ソーダフラッペ。違うよ、サイの力で、フォアブル後ろ打って、ノバショットをやって、ブルーベリーが、そんなやる必要ないもんな。ブルーカスケードでゼンマイロボかけよう。あ、ゼンマイロボまでしなくてよかったな。ネジロボでよかったか。うん、あ、毒った、ね、これで倒せなかったとしても勝てるでしょう。ブルーベリー、よし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 。やっぱ水はよく効くね。もうカクスケのレベルは上がったか。お、キルシュも上がった。クスケとキルシュのレベルの差、カフェオレとピスタチオ。あ、なんとミミズに当たってないのに。サイの力、ピスタチオがマツボリ、じゃクブルミンコで、はい、大丈夫なはず。ガルに強かったような気がする。ミニューネットを、いや、変え、グルヌイユやっちゃおう。 MP はね、勝手に上がるから結構やっちゃっていいって気づいたからね。なのでソーダフラッペを使います。ね、鼻がムズムズするな。千枚ロボにしとこう。おう、いいぞ。ピスタチオを倒すのはやめておくれ。あ、電気呼ばれたな。お、石も呼ばれたな。よし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 、電気はもう安全。カクスケがサイの力、ルミンコはこっちで、ミニューネットぐらいでいいんじゃない。ヒートボンジュでいいかな。アシッドスコールにしとこ。ゼンマイロボをこっちにかける。よしよし、石がいるから倒してほしいな。しまったな。あ、何もしなかった。何してたんだろう、防御かな。うん、あとは適当に倒していきましょう。ドングリンコ、フォアブル、ヒートボンデュー、ブルーカスケード、歯車ロボ。ピスタチオをもうちょっと強くしたいな。ピスタチオは速度だもんな、この子。速さだったらやっぱ回復に回るのがな、一番いいんだろうな。こっちの方、あ、こっちの方行ったっけ。
あ、行ったっぽい。じゃあ逆に左側に行ってないかな。てん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 。左も行ったと思うんだよな。どこに残っているのか。壺がいるところだよね。あー、なんだ。うん、まあ君は大丈夫でしょう。ちょっと雑すぎる。歯車ロボにしとこう。うん、いやー弱い。なんてことないね。カベルネが強い。よしよし。こっち行って、壺がね残ってるところを探せばいいんだよね。これは蹴れるやつじゃなくって、今回はね敵の出方が控えめで素晴らしいですね。クルミンコで開演グルヌイユ使っちゃえ。はい、Pが弱い。伸ばしょっとほどはいらなくって、アクアグラッセだな。でゼンマイロボにしておこうか。ピスタチオは魔法攻撃を下げる役目を強く使えばいいのかな。やばいぞ。毒で、やられないか。この子がいっぱい残ってる。クルミンコのグルヌイユポアブルでいいかな。ミニネットにしとこう。でヒートフォンデュー、アクアグラッセ、ゼンマイロボ。美を使ってこないでください。一人倒して、あの葉っぱちゃんみたいな子はね、女の子みたいなのが来たなあ。弱い。え、なんだあの子。え、魔法攻撃だけは強そうだけど、それも弱いな。あの子は何なんだ。何なんだあの子は。アシットスコールブルーカスケード、まあ弱いに越したことないんだけどね。よし、倒した。いいな、あの子はほっといていいかな、ある程度。うん、今度はピスタチオもちゃんと生きてます。どっちに行ったか覚えてないよ。左側、上の方は道ないんだよな。この下に戻って、結局やっぱあっち側の右、いや、こっからの左側。あれ、こっちもさっき見たよね。ん、なんか見逃してるとことかある。レベル上げになるからいいんだけど。あ、ちゃっちゃっ、ブルヌイユーヒートフォンデュ。水だもんなこの2匹。カスケード後ろにかけよう。でゼンマイロボ、よしよし。うわー、ピスタチオはやめてー。ふう、キルシュ。てか攻撃力が高いぞ敵の。サイの力、フルミンコ。いや、ピスタチオは回復しよう一旦。カエル組青で、グルヌイユ使って、ヒートフォンデュ、ブルーカスケード、ゼマイロボ。あとちょっとなんだけどな。うん、カフェオレは大丈夫。よし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 、ピスタチオが避けたぞ。ピスタチオは速度が速いから避けるのに期待するべきなのかな。なんとかなるでしょう。うん、あ、間違った。なんとかなるじゃない。ピスタチオが回復しちゃった。また適当したせいだな。うん。すみませんでした。ピスタチオは攻撃です。
フォアブルで、フォンデュ、キック、メジロボ。カクスケが倒すんだけどね。お、ピスタチオのレベルが上がった。やったね。で、カベルネ毒が上がる。上も、やっぱね、前のところに戻らんといかんですね。で、右の方、やっぱ右の方から進んでいこう。え？ちょっと待ってよ。さっきもこっち行ったよ。こっちの右の方は特になくて。あれー？道がわかんなくなってるなぁ。こっから登って、ここも右の方に。あ、これ蹴れるぞ。えい。えい。あ、ふふふふ、ここだな。嫌なところにいるなぁ。あ、こっちから行けるんだ。あ、カベルネはいるよ。光のシール。どこにいる？お星様。あ、いたいたいた。え？でもこの子、あ、いやいや、最後じゃないや。夜、星空を見上げるとき、星の光が命の火だと気づく人っているんだろうか。と思いつつ、私はもう行きます。いってらっしゃい。よし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 。これで終わりかな？あ、いっぱいいる。ここにもなんかいて終わりだろうね。お、いたいた。そなたは星ではないな。はい。生きたまま死のプレーンに来たのか。そんなことができるとは気がつかなかったな。極めたつもりでいたが、まだまだだったということか。星にあっとなった後もまた修行じゃ。あ、これで終わりか、多分。おーしよしよし。こんにゃく芋、やったね。あとは、あの子のところに行かないといけない。ほい、蹴って入って。どこだったっけなー。右じゃない、左じゃない、上。あれじゃない。左。またさっきのところに来た感じがするけど、まあ、どっかあるんでしょう、きっと。よいしょ。あ、下じゃないの？と、サイの力の、クルミンコ、ミニュネット、ミニュネット、ヒートフォンデュ、アクアグラッセ、ゼンマイロボ。強いなー、カクスケ。弱い。キルシュ、ピスタチオ弱いなー。やっぱレベルのせいだろうなー、この弱さは。あまりにも弱い。いいぞ。弱い。弱い。いいぞ、いいぞ。いやー、レベル上げないとなー。そうそうそう、蹴る。ここを蹴って進むのか。下の方に行って。カクスケがね、全体攻撃できれば最高なんだけど。クルミンコ。クルヌイユの。ヒートフォンデュで、ソーダフラッペしてゼンマイロボ。カフェオレはね、電気には弱いからあんまり期待できないというか、カフェオレばっか狙わないで、電気で。危ない、危ない。カフェオレ自分を回復しようかな。いや、ピスタチオが回復させてあげよう。で、ミニュネット、フィートフォンデュ、そう、じゃあ、アクアグラスでいいね。いや、ピスタチオ、いいぞ、早いぞ。回復しよった仲なのに、やられてしまった。サイの力の、フォアブル、フィートフォンデュ、グラッセ。
よし、倒したね。うわあ、強かったなー、ここのみんな。お、キルシュレベルアップ。ピスタチオも上がってほしかった。ブルーベリーも上がったぞ。回復していかないとね。カベルネ、カフェオレ、ピスタチオ、一応2周に回復しとこう。上かな。で、こっちかからの、こっからの、おや、右、下、なんもない。ダメ。あ、ここか。はい、入って、ツボいるじゃん。まだだ。あと、あ、あの子がここのステージにいるのか。うん、あなたです、最後。うん、僕で最後。さて、僕も天に登るか。お、なんだなんだ、真っ暗になって、あ、そこに出てくるんだ。だからここを最後に設定してあったのね。よしよし、さよなら、ツボさんたち。この子一匹のために相当残ってたんだな。よし、セーブして向かっていきましょう。カフェオレとかちゃんと装備してたっけ。まだ大丈夫だね。よし、行きましょう。なんだ君は、気持ち悪いな。闇の大精霊ブラックカラン、カラント。光は闇の中にあり、山は闇は光の中にある。エニグマは闇、お前たちは光、光と闇はやがて一つになる。闇のベールをもらった。え、もらっただけ。あ、そうなんだ。光を生み出したのは私だ。あ、闇の大精霊なのに。そうなんだ。同時に私は、いや、光によって生み出された。あ、そっかそっかそっか。闇のあるところにしか光は生まれないんだね。いい人でした。うん、あ、戦いになると思ったんだけど、やったね。残りはここね、死の回廊に向かっていけばいいんだよね。モロロイト村ちょっと一回行こうかな。なんか話聞けるかな、あの子に。トゥンチュトゥトゥトゥンチュトゥトゥトゥン。君、あ、見えないんだな、す。うん、じゃあ分かってるね。はーい、じゃあもう行っちゃおうか。メンバーを、最近会話が少ないんだよな。メンバー変えるの、会話を聞きたいからなんだけど、ブルーベリーずっといるんだよな。取り替えよう。ペッシュを連れていくか。大変だぞ、絶対大変だぞ。カフェオレがいっぱい守ってくれると信じて。カベルネが強いけど、あー、ショコラかカシスかな。カシス行くか。よし絶対苦労するぞ。じゃあ一休みするよ。カベルネがすごい頑張ってくれてたからな。今回なんか、あら、あらあらあら、全体攻撃が全然いないじゃないですか。これはいかん。どうしようかな。キルシュ、ピスタチオ、ペッシュ、キルシュを、ブルーベリー、アランシア、ブルーベリー、アランシア連れていくか。結局、メンバーは HP が高い順にカシスとアランシア、アランシアの方が今強いね。あとは装備も、ヘルメット、あー、でも結構いい感じだね。うん、大丈夫だ。うん、よし、じゃあセーブして向かっていこう。絶対強いよ、死の回廊なんて。まあ最悪また
パーティーメンバーを変えます。よし、やっていきます。あ、でももう20分か。うん、よいしょ、いきましょう。あれ、すごく明るいんだけど、闇の回路の割に。あれあれ、なんでカベルネが、あれ違う、そうじゃない、カベルネのせいじゃない。このステージはカエル組を取れないのか、これひょっとして。あ、捕まえられるじゃん。なんでぐるぐるしたんだろう、さっき。え、なんでなんで。あ、虫だな、これは。虫には何が強いんだっけ。虫には石だ。ショコラ連れてくればよかったのか。いっか、ピスタチオの苦手な子たちだぞ。コールスラッシュ、コンカッセ、ジュリエンヌ、クリアハミング、プロシェットいっちゃおう。魂のレクイン、ノクターン、コールウィッシュしておいて、ゼンマイロボ。気持ち悪いな、この虫は。うわ、やばい、強い。まずいぞ、これは。頑張ろうね。頑張ろうね、みんなでね。ククスケが、才の力で、ダメだもんな。ペシュが、ペシュじゃない、ピスタチオが、ペルグミ、緑をアランシャに使ってあげて、ランシャを後ろを眠らせて、ペッシュが微笑んであげる。はい、慎重にやっていきましょう。虫呼ばれてるぞ、気をつけろ。眠れ、眠れない、眠れない、眠らない。まずい、虫呼ばれてる、やばいやばい。とかくすけがサイの力、パンチ、ブロシェット、ノクターン火力不足だな、明らかに。歯車ロボ、カフェオレは普通に殴った方が強そうだよね。あー、来たー、カフェオレ、カフェオレ。パンチ、プロシェット、ノクターン、微笑み。うん、はい、回復してあげて。やっぱね、範囲攻撃があんまりないからな。よし、ペシュのレベルが上がった。最近ね、ペシュを連れて行きたい気分が強かったから嬉しいな。とカフェオレちゃん、カフェオレちゃんにいっぱいね、守ってもらわないとね、この子たちは。久しぶりにカベルネがいないからね。カエル組をすっごい捕まえたくなる。なんでたまに回るんだろうな、自分までなんでだろうな。まあなんだかんだで捕まえられるんだけど。よし、捕まえる。なんだなんだ、え、なになになに、それ、何の音。誰かの効果？うわ、やばい。あ、でも美の子たちか。いないんだよな、カベルネ。まずいな。ダブルガルして、クルミンコして、プロシェットして、あー、これがあったな、魂のオーケストラの、コルイッシュ、歯車、ゼンマイロボと。まずいかもな、これやられそう。セーブしてないぞ。ペッシュはやめて。よしよしよし、まずい、ビを呼ばれている。よし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 、どんどん呼ばれる、どんどん呼ばれる。すごいことになってるぞ。からのみんなの力やってみるかこれ、もうね、死に物狂いなやつだね。死に物狂い？もう、命捨ててるやつ。はい。
カフェオレもチョップ、いけー、みんなの力だー。じゃーん、ヒュー、オッホー。あー、よかったよかった、倒せた。39になった、38になった、36になった。早かったな。まあ、MP 全員ゼロなんだけどね。一旦帰ろう。これはワールドマップで一旦帰ろう、大岩に。でもちょっと気持ちよかったね。強かった、さすが。一休みして、まあカエル組をどんどん取ってただけだから、よし。そしてちょっとタイミングもいい感じなので一旦ここで切ります。ご視聴ありがとうございました。